覚悟はできてるぜ。どうして松永久秀と名乗る奴が石膏を人質に取り人を連れてこいと。小次郎、 Are you okay? 無論、背中の守りはお任せください。それがこの小十郎の役目。天下統一に向けて兵力。六眼竜、ご機嫌いかがかな。竜の刀をもらいに来たのだが、問題あるな。代わりにあんたは何をするんだ。もらうそうだな。では彼らの死を送ろう。もらうぞ。捕虜を相手に容赦なしか。洞窟を抜けるなら気をつけてくれたが、驚いただろう。なんだ、楽しみ中は結構だ。小十郎、やつの狙いはこの俺だ。俺がやつを引きつける。お前は引きつけろ。承知いたしました。この小十郎にお任せあれ。先は早い。どちらに転ぶか見守るとしよう。竜の爪は来たか。ああ、仕方ない。鋭く素早く終わらせる。それが情け。ウマトマの闇に一人減ったら一人足す。二人減ったら二人足す。三人減ったらそこで終わりだ。松永軍の死神部隊、そう呼ばれている。もらうぜ。静かに眠れ。もらうぜ。
下を殺して真っ当な考えだな。もらうぜ。私も見習うとしよう。勘違いするなよ。てめえを倒して皆を救う。それだけのこと。独眼竜兵は時間を守る男。大変だが俺の時間はねえ。静かに寝ろ。そうか、ではこうしよう。物事の善悪は後の世が決めるだろう。もらうぜ。俺の世は見えぬものはあるか。血まつげにあげてよ。もらうぜ。もらうぜ。邪魔だ。一つ、二つ、また一つ。人は生まれて壊れることの繰り返しだ。やあ、独眼竜とその右目。よく来たなと言いたいところだが、機嫌はあまり良くないようだな。てめえ、自分がしたことをよく分かっていないようだな。そいつは失敬。これで勘弁してくれたまえ。何？さあ、それをもらえば以上で終わりだ。マスネ様、ここはこの小銃を任せる。あるのだ。姿が一面汚す必要はない。OK。その息、見せてみろ。何を思ったら、わからねえとは。てめえはどんいいか。私はこれと決めたものはすぐに欲しい証拠だ。あまり邪魔はくれないか。いやあ、どれ？やろう！待て！くれてやる。そいつらを解放しろ。人！ヒューランナ！ダメです！いや、見事見事。K は全くもって清らかな男だ。実に救いがたい。いやはや。まったくだ。マサムネ様！てぇん！おじゅうろ様！おじゅうろ様！竜の爪、確かにいただいたよ。道は俺が切り開く。おめえらは政宗様をお守りするんだ。死ぬ気で守るぜ。小次郎様、おとびの
要アイドルを除去するのだ。それにまみえろ独眼龍眼右目片倉小十郎殿とお見受けするがいかん。よしやはりてめえらもらうぜ。その勝負この雪村がしかと見届けた。立て軍だ王将の龍がいるはずだぞ。もらうぜ。立て軍と出会ったが我が定め。指を加えて見送るわけには参りません。真田相手に無傷で通れるとは思っちゃいねえ。静かに眠れ。武田の腕自慢をことごとくなぎ倒すとは。独占領だ。打ち取ってんな大親を。もらうぜ。妙だ伊達軍、いつもの勢いが感じられぬ。何かあったのか。守るべきは右一つ。押し勝てもらうぜ。街道は戦が要、我が隊に渡していただこう。真田隊、いざ進撃。急げ、おめえらは先に行くんだ。小十郎様。わかりました。ここは誰一人通さねえ。誰一人だ。俺の覚悟を超える自信があるか。ならば一つしかない命を懸け、かかってこい。死ぬか。情けをかけるつもりならやめておけ。その余裕がてめえの命を終わらせる。
押しまけるな。かき渡せ。なんと俺のごとき防ぐだろ。俺は忠節。助けてくれ。得意の中央突破見せてやれ。ウバタマの闇に光一つ。静かに眠れ。この戦、もはや一つの勝負を残すのみ。最後に立ち上がるのは貴殿だ。この真田源次郎幸村、どちらか一人、恐れを超えよ。それが誠の勇気なり。真田幸村、政宗様が認める男だが、今回はてめえの熱血に付き合う気はねえ。静かに。てめえには命を懸けて守りたいものがあるか。俺にはある。だからここは通せ。その気持ち、しかと受け止めた。秘伝の戦力、見せてくだされ。頭の闇に光一つ。静かに眠れ。そなたも全力を出せ。頭の闇に光一つ。何をしている。本気を出せ。せいや、どういうつもりだ。行かれよ。急ぎ奥州へ戻られよ。情けをかけるなと言ったはずだ。いな、情けではない。政宗殿にお伝えくだされ。傷が癒えたその時こそ貴殿と勝負すると。すまねえ真田幸村。